2003年デビューシングルは恋のウォッカでランバダ革命、レコードの売り上げ100万枚を記録、主演映画革命的乙女のロシア行進曲が公開され、興行収入約5億円で、観客動員数は500万人を記録し、さらに同期のデビューの中島めぐみちゃんとスメミグというユニットを決定結成し、そのデビュー曲ハードなチェルネットを発表し、レコード300万枚を記録したというのは本当ですか？いや、詰めすぎ設定余地ないじゃん。私が知ったかまで余地ないじゃん。全部設定つくちょっと甘くして、ちょっと甘いとこ作って、もうバイソーディスしかないじゃないですか。ないじゃないですか。もうちょっとやるよ。欲しいじゃん。最近は YouTube デビューもされたということで、この披露宴も実は
さんの結婚式があった時はめちゃくちゃ書いていかなきゃ。あれ1万字ぐらい必要なのかな。内藤さん頼もう。衣装ゲットウェルドのコーナーです。始まりました。シェアお願いいたします。こんにちは。どうでしたか今日の配信は。